どんぐり FM。 夏目さんのパーカーは何なんですかそれ。ああこれ、うん、キュート&クレバーってカタカナででっかく書いてありますけど、知らないんですかこれ。キュート&クレバー、うん、知らない有名なの。ああいやいやいや、分かってない。全然夏目さんはキュートでもクレバーでもないわけじゃないですか。おっと、何じゃあ、アンドアンドではあると思うんだけど、アンドぐらいしか当てはまってないからちょっとピンとこなくて まずマイクに当たっちゃったこれはね、はいはい、あの有名なアパレルブランド、ハテナですか。いや、あの怒られますよヘイですか。ヘイ、あの早川ゴミさんがやってる、はいはい、会社のあのパーカーですね。あ、そうなんだ。でそれはなんか会社として出してるわけじゃなく、早川ゴミさんが個人的に作ってる、うん、ノベルティみたいなもの。あ、そうそう、売ってるわけじゃなくて。売ってます。あ、売ってるんだ。売ってます。僕はそれは普通に買いました。それ買ったんだでね、買ってからうっすら気づいたんですよね、うん、これが似合うのってなんだろう、キュート&クレバー、うん、あの女性ですよね。別に女性に、まあね、女性に限らないんですけど、うん、でも一般的にはそっち側だなと思って。ややそっち側だよね、うんうん、あんまり僕キュートではなさそうで。そうね、キュートではないよね、うんうん、クレバー属性はまああってもいいと思うんだけど、うん、キュートではないし、うん、クレバーってもうちょっとなんか、あ、また私ちょっと、うん、あの頭良くてかっこいい感じがするじゃないですか、うん、なんか僕そっちでもないですよね。そうだね、うん、なんか変なことに詳しいなみたいなそういう感じだからね。そうですよね、うん、そう。それいくらぐらいするの。いくらだっけな、忘れちゃいました。でもあの多分5000円ぐらいだと思う、前後だと思います。へえ、買おうかなじゃあ絶対違う、絶対いや苦情来る、苦情苦情来る、早川ゴミさんから苦情来る。ちょっと着ないでください。僕の方がちょっとキュート&クレバー味あるんじゃないですか早川さんより。早川さんよりって言った、うんうん、それは全然違います。あの夏目具と比べた時にはちょっとどっこいどっこいで、うん、確かに、うん、キュートさは早川さんほどではない。ないない、うん、グレーとかあったら欲しいなそれああ多分確かありましたよ。ある、うん、じゃあ後で買っとこう。いや買わなくていいと思います苦情きますキュート&クレバー。そうだ、ずっと昔に成美さんが声低くて、うん、店員さん呼べないっていう話したの覚えてます。覚えてますよあれね、うん、あの僕海外行った時に、うん、いくつか行ってて、はいはい、で最近気づきました、うん、海外だとすいませんじゃないです。ああすいませんじゃないですよね。エクスキューズミーでもないです。なんか手を挙げるみたいな、チリンチリンみたいな。ここで突然、はい、国ごとにおける店員さんを呼ぶ方法講座、うんうん、まずアフリカで、アフリカでるんでしょ。そう、まずガーナガーナガーナでですね、店員さんを呼びたいときはですね、はい、うん、すそれ全然通らないじゃん。ってやると、うん、来ますよ。マジで、あ、来ます、店員さん来るの。店員さん来ます。あ、来ます。マジでポイって来ます。だから、うん、なるみさん呼べますよ。全然呼べるじゃん。続きまして、はい、ナイジェリア、うん、ちょっとうまく出たね。ちょ、もっと高いぞ。あ、出た。それは何、なんか鳥を呼ぶときじゃないの。違う、ナイジェリアで人を呼ぶときそれなの。店員さんを。マジで。あ、それじゃ、もうちょっと違う、もうちょっと違う、顔が違う。めちゃくちゃ顔いるんだ顔が違う、顔が放送禁止な顔になってる出ないわこんなの。あ、じゃあナイジェリアで、ナイジェリアで店員呼べないし、呼べないし、何も食べれないし、うん、死ぬ、死ぬます。あ、ダメです。あ、近いけど顔が違う嘘でしょこれは。すっげえうまいね。嘘でしょ。嘘じゃない、嘘じゃない、嘘じゃない。ナイジェリアで、ナイジェリアで、ナイジェリア面白いんですよ。あのタクシー乗って、うん、すごい、あそこってなんだろう、観光客とか全然いないんで、すれてないんで、うん、こうみんな優しいんですけど、はいはい、タクシー乗って、うん、あの
ここのホテル来たいって言ったら OK っつって乗って近くまで行ったら、本当はそのタクシーで知らないんで、その場所を、なんとなく、なんだろう、赤坂ぐらいの方面で行って、まで行ったら、近くにいる人に、あの窓をこうやって開けて、って呼んで、でおいここ行きたいんだけどって言って、あっちだよっつってありがとうって言って、また行ったら近くまで行って窓開けて、って人呼んで、えじゃあ店員さんじゃなくてちょっと誰かっていう時の時はそれなんだ、すいませんがなの、でフィリピン、フィリピンはそうだっけ、呼べます。ちなみにあのガーナとほぼ一緒です。ガーナの方がね、なんかスーとかシーに近いんですけど、でフィリピン面白いのが、フィリピンでじゃあお会計したい時、これ、なるみさん、もうほんとこれ覚えておくと完璧です、お会計したい時は、あのチェックプリーズ的なやつが、そのなんか変なあれっすね、日本のプロ野球の監督がリクエストやる時のあれに似てますね、これディスプレイ、ディスプレイの形をやる時の、ですね、あの親指と人差し指を両手でこう、なんだろう、出しました。他はグーにして、オージービーフみたいな感じですね。懐かしいね、ただの。で、それをこう、なんだろう。目の前でひし形を作るような感じ。あ、そうそう。ひし形を、こう、なんていうんですかね。作って閉じてく。シュッて閉じるみたいな。左右に引いて。そうすると、フィリピンだと、お、はいはい、おかげねって。うん、そうかそうか。日本だとなんだろう、このチェックとか罰で、罰とかは違う、ね、違うんですよ、なんかクレームみたいな。あ、そう、そっか、フィリピンそんなだっけ、俺行ったことあるけど、フィリピンでやってみで、あれですよ、僕とかみたいなプロフェッショナルになると、片方でいいの、もうちょっとね省略バージョンなんですよそう、さすがセブンに住んでただけだね。そう、スッてこうやって、そうなんだ、でも呼ぶのが難しいね。あ、全然取り来ちゃう取り来ちゃうそうで、僕があの知ってるのはすぐ思いつくのはそれぐらいですけど、多分国ごとによってね、いくつか呼ぶ方法はありますし、あと途上国とか、雑な国ほど、なんかエレガントにすいませんとかじゃなく、なんかみたいなので規制を発して注目を集めるしかないんで、そう呼べるんで、なるみさんはぜひね、そっちの国に住んで、そっちで、いいね、はい、そっちだと、すいませんって言わなくても、あ、そう、そういうので呼べる。すごいいい知識を得ましたね。もし、これを聞いてるね、どんぐり FM リスナーの方が、あ、私が住んでた、例えば中国ので駐在してる方とかいるじゃないですか。いますね。リスナーさんで T シャツ送った。とかがね、あ、じゃあ中国だとこう言います、みたいなとか、あと、いろんな国で。こういうのですって知ってる人がいたら、ぜひハッシュタグどんぐり FM つけて教えてくれると、ああ、この国だとこう呼ぶんだみたいなえ、でも今の全部嘘でしょ、本当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 嘘でしょ、本当本当、でもね、悔しいことにね、あの誰も多分これ聞いてるリスナーの方で、ああ、そうそう、ナイジェリアはそうだよとか、ないと思う。もしこれを聞いてる人で、いや、マジでそうだったって人いたら教えてほしいですね。ナイジェリアそうなんだけどな。ナイジェリアはね、一人も来ないと思うんだけどね。そうそう、僕はもうね、友達と一緒にチューチューって呼んでたんですよ。あのチューチュー鳴らすの難しいんだよねって。そうなんで、ホテルとかでこうずっとシュシュ違うなって練習してたんです。それ YouTube とかでやり方とか出てるの、ね、YouTuber の方が。今からナイジェリアで一人ぶりの方やりますって。チュー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 つって。絶対いない。いない。ナイジェリアに行く人とかいないもん。いやー、そう、なのでこの方法だと呼べます、なるみさんも、はい、じゃあ僕はちょっとアフリカの方が住みやすいってことですね。